ただいまー。おかえり。おお、ゆるゆき、まだ起きてたのか、お前。ああ、父ちゃん。お前、お前、それ何やってんの？ああ、勉強だよ、勉強。勉強、なんで勉強なんてしてんの？いやいや、高3だよ。だから受験勉強やってんの。ああ、お前、大学行くの？あ、大学行くよ。前から行きたいって言ってたじゃん。 いいよ、大学パーティーから。なんでだよ。俺友達とも一緒の大学行くじゃん。知らねえよ、そんなの。大学行って何やるんだよ。いや、大学行った方が今時就職とかも言うよ。何が就職で、就職なんてしなくていいんだよ、そんなの。はぁ、あ、就職ぐらいするに決まってんじゃん。僕だって自分のさ、お前あずき洗いなんだよ、お前。あずき洗いの息子なんだよ。そうだけど、お前一生それ小豆洗っときゃいいんだよ。嫌だよ。小豆洗い継がないって言ったじゃん。継ぐとか継がないとかじゃないの。小豆洗いに生まれたからには小豆を洗う定めに洗うの。小豆洗う定めってなんだよ。どうだろう。一番聞きたくねえ言葉だよ。大体お前その大学の日を誰が洗うんだ。それはまあ俺だろうが、お前。そうだ、俺が小豆洗った金で行くんだ。小豆洗った金。小豆洗った金初めて聞いた。お前大学よ、お前稼ぐのに、お前何十年小豆洗わなきゃいけないんだろうね。お前払い終える前に腕がもげるわ、ボケが。知らねえよ。小豆洗う大変さ知らねえよ。分かった、お前さっさと小豆洗って寝ろ。いや、分かんねえんだよ。何がだよ。小豆を洗う意味だよ。あれ何のために洗ってんの。今時スーパーとかだって洗ってる小豆売ってるでしょ。なんで宇宙には限りがないの。何言ってんの。何それ。人間は死んだらどこに行くの。さっきは父ちゃん何言ってんの。幽霊って本当にいるのか。言ってる意味が分かんないんだけど。お前がしてる質問はその類の質問です。じゃあ意味分からずに洗ってんだろ。意味も分からずに小豆洗い続けてんの。だから意味とかじゃねえんだよ、お前な。じゃあせめてさ、小豆洗ってなんでお金が発生するのかメカニズム教えてくれよ。ああ、まあお前もいい年だしな。うん、教えてやるよ。お、俺は毎朝な、近くの小川に行ってんだよ。お、で夕方までせっせと小豆を洗うわけよ。結構洗うな。で帰り道な、自転車乗りながら、まあ、空き缶を拾うんだよ。その空き缶がお金になってんだよ。小豆洗ってる意味ないじゃん、それ。もう一日中空き缶拾ってりゃよくない、それ。あ、お前街中によ、お前な、うん、自転車がいっぱいにさ、空き缶つったおじさんいるだろ、うん、あれ全員小豆洗いだよ。あれが小豆洗い。ホームレスじゃねえの。ホームレスじゃないもん。だから挨拶しろよ、お前。あったらよ。絶対しねえわ、そんなもん。しろよ、お前は。それは、お前てかさ、父ちゃんがこんなんだからさ、母ちゃんもいないんだろ。僕なんで母ちゃんいないんだよ。これも言おうと思ってたけどな、小豆洗いにオスとかメスとかないの。小豆洗いは小豆洗いなんだよ。はだったら僕どうやって生まれたんだよ。実はな、昔な、俺小川でこう小豆洗ってたんだよ。さ、どっからとなく赤ん坊の声が聞こえてるよ。赤ん坊の声、赤ん坊だと思ったさ、右腕がもげて、そのもげた腕がお前になったんだよね。気持ち悪い。小豆洗いの増え方気持ち悪い。増え方とかじゃない。細胞分裂。なんで分かってんの。